日本女子アマチュアゴルフ選手権最終日14日アビコゴルフクラブ千葉県6679ヤードパー72第65回日本女子アマチュアゴルフ選手権は最終ラウンドが終了トップと2打差で出た鳥居桜滝川第2高3年が5バーディーボギーの69をマークトータル14アンダーで逆転し 女子山日本一の称号をつかんだ。トータル9アンダー2位に新島美香、強立女子第二校2年。トータル8アンダー3位に松永七海、日大3年。トータル7アンダー4位タイには山本優花と徳永歩みが入った。吉田優利の妹、鈴はトータル4アンダー7位。 4月にステップアップツアーで優勝したトレイカはトータル2アンダー8位タイで4日間を終えた。日本ジュニア、日本女子オープンローアマチュア、に次ぐ日本タイトル3冠を狙った中村心、人間総合科学第1年、昨年覇者の飯島沙織らはトータル5オーバー、42位タイだった。